アンプリチュードのクリスマスコフレ買いました。アンプリチュード開封します。結構テカテカな。こちらです。合皮だけど結構ね、いい作りになってます。ブラックのキューブ型のバイニックです。アンプリチュードのブラックのロゴがここに印刷されてますね。ダブルジッパー、なんかソフト、ここにもゴールでアンプリチュードって印字されてます。中はね、こんな風に柄になってますね。かわいい。で、蓋の裏は結構これ硬いかな。ちょっとクッション性があるけど、こっち側のなんか板っぽいのが入ってて固め。でね、これ中の仕切りをプラスチックが作ってくれてんだけど、こんな感じでございます。これね、2パターンあって、ま、ブラシはついてるし、下地もついてるし、パウダーもついてるんだけど、1個だけこれが、ま、これファンデーションなんだけど、リキッドファンデか、これのエマルジョンクリームっぽいファンデ。これをね、セレクトします。私はエマルジョン。タイプにしました。これはね、ベース。実際のサイズよりもちっちゃいサイズ。原品よりもね、15ml。15ml。原品は 30ml だったかな。まずこのベースを使ってから次にファンデを使うんだけど、みずみずしい感じのツヤ感がある仕上がりにしたい場合はリキッドファンデーションがあったんですよね。でもね、私マットが好きなのと、店頭でこうカバー力試したら、なんかね、カバーはリキッドの方ができますっておっしゃったんですが、指でつけた感じ私こっちの方が好きだったんで、本当のカバー力ある気もしたし、これはこういうクリーム状っていうのかな、結構固形硬いやつ、ファンデーションです。で、このベースファンデってやったらば、仕上げにパウダー。ちゃんとバフもついてくれてる。
これに使ってもいいと思うけど、ブラシもついてます。このブラシ気持ちいいの。実際触ったけどね、気持ちいい。人工毛だけどすごく揃って毛先が強くなってて柔らかい。の毛みたいだけどもやっぱり人工毛感は揃いすぎてるから感じられるから衛生的ですよね、人工毛の方が。でこれはね、通常の販売しているものはもうちょっとロングサイズ、これは中にねフィットして入るようにミニサイズになってる。でこれカラーが選べて、私明るい方のカラーにしました。2色これね、2色で明るい方を選ぶと自動的にこっちも明るい方になる。でもちろんリキッドのファンでも2色明るいのと暗いの、まあ、暗いって言っても標準ぐらいかな。まあ、店頭で試せます。でそれも2パターンで、明るい色を選んだ場合はパウダーも明るい色、ちなみにパウダーが明るい色とは01番ですね。アンプリチュードフィニッシュルースパウダー01トランスルーセントライトベージュ、トランスルーセントエマルジョンファンデーションの20番。なんかね10番もあるんだけど、今回コフレは20番までしか明るいのは選べなかった。でこれ使ってワントーン明るくしたいって言ったら10番が通常販売してますね。 SPF22PA2 プラスアンプリチュードクリアカバーリキッドベースですね。こっちもすごく欲しかったんだけど、やっぱこれすごいミニサイズでいいですよね。ここにねゴムの引っ掛けるとこ、とか止めるところが 1,2,3 箇所で、こっちに来て編み編みネットのポケットが1個に3箇所。ネットネットネット。ゴムゴムゴム。ネットの側面は何もない。ちょうどねこれが入るサイズなんだけど、これ 15ml ミニサイズだけど、これの通常 30ml も店頭で入りますよって言って入れてるとこ見たら本当にちゃんと入ったんで、大体のサイズ感は横が 12cm ぐらいで、縦がもう10センチちょっとかな、ちか11センチぐらいで、深さはね10点ちょいかな、そうね、あ10ぐらいのサイズで、マスカラを斜めに入れないとこの高さは入らなくて、これもちょっと出ちゃうって感じかな。だからお店でね、これ入れて入るのももちろんのこと、この 30ml のギリギリ入る高さなので、コスメ系で入れるってことにとらわれずにいろんな他のものを入れていいと思う、うん、すごいちっちゃいバニティなんです。もうかわいい。もしねこの原品買って使っていくってことになってもこれは使える。でまあ別にこれじゃなくても他のものを入れてもいいと思う。うん、でこれ買った時になんかね
ポフレのベースキットじゃなくてこういうメイクものカラーキットも出るんですよって、今日から予約ですみたいに案内されたんですが、これねポーチがゴールド でこのカラーのこのマスカラってかな、ちょっと色味が私の好みではなかったのと、特にポーチはやっぱり絶対こっちの方がいいから、もしこれ買うとしたらこっちを2個買った方が私はいいかな。こういうのね一応あります、こういう風に、うん、気になる方は1万2000円でこっちもうお値段同じだから私こっちの方が好きかもしれないので、いや好きです、明らかに。10月31日に発売だから、まあ、もう予約スタートしてるそうです。ね、気になる方はチェックチェック、はい、超開封でこの後、うん、実際使っていきましょう。アンプリチュードのスワッチしていきます。だいたいこう腕の内が4等分ぐらいに考えて、一番左は素肌のネイキッドの状態で、左か2番目からベースで、次もベースは塗って、でその上からファンデーション、今回はエマージョンで、最後一番右はベースファンデーション、そして最後に上にパウダーをはたくっていう感じで仕上げてみます。ベースをねちょっとだけ出したんだけど、すごい見ての通りみずみずしいです。ちょっとね説明分かりにくいといけないから番号振りました。ナンバーを左から 1,2,3,4で、ベースは2,3,4 のとこに塗ってます。もうね、わかんないですよね、伸ばしたんだけど、うん、で、まあ、ここから、3番、ナンバースレはベースプラスファンデーションですね。まあ、ベースこのエマルジョンタイプ、クリームタイプっていうかなにしました。これをベースに塗ってある3番、4番の上に塗っていきます。で2番はベースオンリーなのでこのファンデは使わないです。ナンバースリーとフォー、これにファンデーションを重ねました。もう見てわかる通りこれ20番なのに色がねちょっと黄色っぽくて濃いから、やっぱりそうちょっとピンク味にして明るめの10番とかなのかなっていうか、ピンクにあったかな、そもそも。はい、で、ナンバー3はこれで終わりで、ナンバー4はさらにパウダーを重ねます。パウダーの粒子がすごい細かくて、パッと見て、もうわかる。ファンデの左側がナンバー3だけど、ちょっとね、テカリ光沢がある右がマットになってくれました。シャラシャラで気持ちいい。これをね全部4箇所をマイクロスコープで拡大して記録していきましょう。素肌、何もしていない私の肌はこんな感じで、少しずつ前に進むと、次これここか、ちょっと潤ってるかな、こっちは。なんか悪くはないけど、こっちの方が潤ってるのがちょっと光ってて分かりますね。次にこのまま進むと、これね潤ってのベースで、ベースの上からエマルジョンのファンデーション、色がねイエローなんですよね。だからもっとピンク味の色にすればいいんだけど、ちょっと選べなかったというか、なんだろうこれ海かな。はい、これがファンで重ねた感じ。色だけ調整すればいいかもね。まんべんなく塗ってるかな。まあ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 って感じ。ここは境目ですね。はい、次がさらにパウダーを重ねるとこんな感じ。ああ、黄身の間にちゃんとパウダーが入ってくれて、全体の凸凹感をぼかしてくれてる。パウダーの方が仕上がりがこうマットで私の好みになりますね。パフの感じは柔らかいけど普通かな。でも100均で売ってるのよりかは全然いいけど、巷でドラッグストアでブランドさんのパフが
売ってる、数百円とかで。そのラインの感じにはなるかな。まあね、人工毛ですよね、ナイロンですよね、このね、綿ではなくてナイロンの感じ、滑らか、飛び抜けていいっていうか、まあ普通よりかはいい、まあ5段階で言うと4ぐらいかな。まあこれ使ってもいいし、他のパフ使うかもしれないけど、私パフ派なので、まあ、多分これも使うかな。仕切りとかすごく使いやすい。リップとか、例えばネイルとかすごく良さそう。このね、ネイルとか、すごくいいんじゃない？ね、ネイルシール入れたりとか。あとは、リップ入るかな。よいしょ。リップも、まだこういうとこに入って、高さもギリギリ。でも入る。ギリギリだけど。ちゃんと蓋閉まるからね。このを入れる。で、整理する。っていう感じかな。もちろんね、ビューティーアイテムだけじゃなくて、サプリメント入れてもいいだろうし、なんか別の小物入れてもいいかなと思います。